Hello, everyone. Let's enjoy your o さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、そろばん学習でですね、えー、導入、導入段階のですね、ホップステップジャンプというですね、えー、基本の、えー、ソロそろばんの10級とか、えー、アンザーの6級に入る前にですね、えー、基礎の学習段階ですね、えー、その教材、ホップステップジャンプで、ゴリ先生が特に大切にするところというお話をしていきたいと思います。 えー、非常にですね、このホップステップの導入、えー、ものすごく大事なんですね。まあ、指使いであるとか、えー、桁を覚えるであるとかですね、えー、繰り上がり、繰り下がりを覚えていく、えー、すごく大事なんですね。で 基本的なところを学んでいくんですけども、その中でもですね、ゴリ先生が特に一番大事にしているところのですね、お話をできればなというふうにしていきたいと思います。ものすごく本当に大事なんですね。で、これは、 ここでですね、えー、結構見取り暗算、えー、見取り暗算って結構ホップステップの後に、えー、掛け算やってですね、で、そこから九九十九の計りに入ってから、えー、暗算練習に入っていくわけなんですけども、結構まあ先といえば先の話になるんですけど、いやいや、見取り暗算のですね、えー、本当に見取り暗算の、見取り暗算の出来を将来的に決めてしまうんじゃないかっていうぐらい大事な、えー、ところなんですよ。 で、えー、例えば、よいしょ、えー、こっちか、えー、まず向かって、えー、左側の問題。まず9足しますよね。9足して3引きますよね。ここら辺はまあ、あの、基本の指使いをしっかり。で、 9足して 3, 足す3引くと。で、残ってるのは6ですよね、6。で、ここに8足すんですよね。で、一度の場合は6、えー、見てごらん、8足せないときは、8の友達を引いて10を足す。8の友達というのは2ですからね、2を、えー、引いて、えー、友達を引いて10を足すんだよと。えー、最終的には10を足すんだから、えー、足しすぎてる先に、 どう8を足したいのに10足しちゃうから足しすぎたら2を引いてから10を足すんだよと。まあ、いわゆる繰り上がりなんですけど。ここですね、9引いて、足して3引いて8を足す。友達を引いて10を足す。この今6ある時に友達の2を引いて4に変身する。このイメージ。このイメージが大事なんですよ。えー 6から、えー、友達の2を引いていくつになると、えー、友達の2を引いたらいくつになる ?4 なんだな。それを下からパパンと、六、えー、6ありますかね。下から4にして5を払う。この作業、このイメージがめちゃくちゃ大事なんですよね。 で、えー、14にしますと。次、7引きますよね。7引けないので、10を先引いといて、えー、引き継いた3を足してあげよう、戻してあげよう。で、この時に、今4が残ってますからね。4に3を足してこ、ここですね。4に3を足して、いくつになるかのイメージを、とにかく正確に早くなるんですよ。えー、4に3を足して7だ。じゃあ、7の形、上からパパンと、えー、変身させると。あの、 まあ5の合成分解なんて言いますけどね。まあそこの、えー、とにかくイメージ、えー、そこを早く、えー、出せる練習なんですよね。で、答えが、あの、7、答えが、えー、早く、えー、出せるのはもう十分わかってるんですよね。 答えが早くもう、えー、うちの生徒なんかもですね、もうすごく答えが早く出せるのは十分分かってるんですけども、えー、9を足して3を引いて8を足す。友達を引いて、今9を足して3引いて、残ってる6人、友達の2を引いて10を足すときに、えー、6から2を引く。えー、そしたら、しかも頭の中で6から2を引く。4の形に先に変身する。このイメージをしっかり、えー、植え付けるために、 このホップステップってゴリス先生ものすごく大事だなというふうに感じてるんですね。じゃあ、えー、もう一問向かって右側ですね。今度は繰り上がり、えー、ですね。7足しますと4、えー、足せないので4の友達引いて10を足す。この4の友達を引くときに6ですよね。6が頭の中で7の状態から1、5と引いてる。このパンパンと。えー、それが頭の中にイメージで、えー、しっかり、あのー、出させる。 これがものすごく大事。ここに時間をかけて、あの、欲しいんですね。で、7、を足して11だと。で、5は普通に足します。で、今度最後に16の段階で6を足しますと。6足すないので、ね、友達の4を引いて10を足す。6の段階で4を引いたときに2に、下からパンパン。 1>, 1を足して、2に、7にして、5を消して、えー、そのイメージですね。そのイメージが、しっかり、しっかり頭の中、7足して、4足して、5、16にして、そこに6を足す、足せないから、4を引く。6から4を引くときに、2の玉に変身するときの、この動作のイメージが頭の中なんですよ。頭の中でしっかりできるかどうか。 これのトレーニングをですね、えー、しっかりホップステップ、えー、ジャンプで、えー、やるわけですよね。 だから、えー、生徒はですね、もうどん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 答え、えー、こんなの簡単だよって言って、えー、ガン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 先に進む子はですね、ちょっと、あのー、少しずつブレーキを、ゴリ先生はブレーキをかけながらですね、しっかり返身ができてるかっていうところを、えー、こう止めながら止めながら、えー、スピードをですね、えぇ、ー、抑えさせながら、抑えさせながら、それぐらいこのイメージ、えぇ、ー、変のイメージですね。ここが必ず後々の見取り暗算の でき、えー、不でに関わってくるんでですね、ものすごく大事にしてるんですよね。まあ、あの、自宅学習でやってる、えー、保護者の方が見るときはですね、ぜひぜひ、えー、そういうところ、あの、しっかり子供たちが頭の中でイメージ、えー、そろばんのイメージ、えー、数字を えー、ちゃんと画像に変換できてるかっていうところをですね、えー、ちょっとチェックしてもらえると嬉しいかなと思って動画にさせていただきました。はい、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。